英語学習っていうと最初にどうしてもなぜか英会話だけやるみたいなスタイルが世の中一般だと思ってるんですけど、はいはい、全体的にやってみていかがでしたか？科学的にかなりアプローチしてくださったので、うん、今までやってたやり方がいかに間違ってたかみたいなことを知れたのは大きかったですね。一番はあのばあさんとで、はい、最初に受けた点数と、はい、終わりに受けた点数がちゃんとグッて上がったの で、 そうです、ね、学習が何のためにこれが何の効果が出るのかっていうところをしっかり自分の中で腹落ちさせた上で学習を進めるっていうところにかなりこだわってらっしゃったので、はい、納得してちゃんと進めるっていうのは非常に大事なんだと、はい、ただただ関係性が良くなって英語力が伸びないっていうのは全然意味がないと思ってるので、うん、絶対英語力伸ばすっていうコミットを私の方でもしていて、はい、そのカンファレンスであったりとかあと商談であったりとか意味が理解できるようになったっていうのが一番大きな変化ですね、はい、仕事もそうなんですけどどれだけ手抜いて成果を上げるかっていうことを常に重視してるので、うんうん、要は効率がいいっていう状態なんですけど、うん、が求めていたスタイルなので、うん、こう遠回りしてたものが、はいはい、今回いろいろ知れたことによってすごい学習の成果に対してすごい近道になってる感じがしてるので、うんうんうん、そういう意味では楽をしてるとも言えるかな。英語学習っていうと最初にどうしてもなぜか英会話だけやるみたいなスタイルが世の中一般だと思ってるんですけど、うんうん、コンサルテーション自体は週1回1時間で変わらないんですけど、うんうんうん、そこがすごい大きな差だと思いますね、うんうん。